はい。皆さん、こんにちは。コマザ大クの大城です。えー、古代エイジプト文明の誕生第2回ということになりました。前回第1回はですね、エジプトの、まあ、国内の話、ナルメロ王の話をしました、ねえー。今回は、エジプト文明が誕生する、そのきっかけとなったと考えられている、えー、メソバタミアからの影響ですね。このあたりの話をしておきたいと思います。では、第2回、えー、どうぞ、ご覧ください。 それ以前から、つまり期限3000年以前からもナ、えーかね、ナイル川は豊かです。ナイル川まあたまにこう、えー、枯れることもありますけど、乾燥がで、基本的にはいつも豊かで、水があって、そして周りには動植物、ね、たくさんいる。豊かな土地であったということは、えー、まあ知られているんですね、えー。だからここで文明ができたわけですけど、まあ、この点についてこれまで何度もですね、指摘されてきたのは、 東方の先進地域、つまりメソボタミア、ここからの文化的影響というもの、これがよく言われてきました、えー。直接的な人的な影響、つまりメソボタミアから東からエジプトへの異民族によるまあ大植民活動、異、まあ、民族、まあ、シュメール人を意味しているんですけど、これはまあ最近ではもう否定されているところがあります。えー、これ詳細な。 工学的な研究があって、まあちょっと違うだろうと、えイメージはね、えー、東方世界から一団が、えー、まあ当時は50年、60年前はダイナスティックレースと言ったんですけど、王朝民族という人々がエジプトにやってきて、エジプトを支配し始めたんだという話があったんですけど、そこはちょっと、えー、否定されています。それはエジプト国内で文化的な、えー、ゆずやかな発展があったってのが見えてきたので。 これえー、土器とか、ね、そういうもので、えー、そういういことがあったので、いきなりたくさんの人が、えー、ナイルガーいドに来て、新しい国家を建てたという説は否定されています。ただ、こう、じゃ誰も来なかったのかというわけではないと思うんですよね。何人か分かりませんが、何十人か分かりませんが、あのー、そういう人々が、東北の新しい技術を持った人々が来ていた可能性は十分考えられると思うわけですね。そして、えー、そういう、まあ、エジプトにも、 高度な当時の、ね、文化の人々がやってきて、えー、土着の人々を刺激してですね、えー、それをお、まあ、土着の人々が自分たち文化とか、慣習とか、習慣の中に取り入れていったと。そこからエジプト文明ができた可能性は高いな、可能性はあると十分考えていますね。まあ、メソポタミアからエジプトへの。それが、まあ、流行りだったわけですね。まあ、今でも当然、そういう必要はなされますし、えー、間違いではないような気がしますけど、 ただまあ、えー、そこで語られるのがですね、メソボタミアからエイトにやってきて、えー、エプト文明を作ったかもというときに、何らかの,この根拠がやっぱりいるわけですね。根拠がないと、えー、歴史学っていうのは意味をなさない、えー。ファンタジーではいけないわけですね。<laughs> まあ、イマジネーションは大事だと思うんですよ、ね。ただファンタジーになってしまうと、そう違う方向に行っちゃうというようになりますね。じゃあ、 今、落ち着いてね、メソポタミアからエジプトへと、こうね、こう、東中華沿岸を行ったのか、えあるいは半島を抜けたのか、また分かりませんけどね。どういう証拠がよく言われてきたかということなんですけど、えー、これは、まず建築的なものです。えー、マスターバボと、後で説明しますけど、巨大なあの大家のお墓っていうのが、 えー、ピラミッド以前から出てくるんですね。そこの外壁に、こう、日地上の、まあ、上から見たらこう、角々なってるんですけど、中壁、えー、こういうのが作られていくということになります。もう一つは、考古遺物。えー、別々に話していきましょうかね。こんな感じです。えー、この下の部分、上の部分は私の研究者仲間の林さんがいますけど、えー、この下にあるものですね。こういうものが、あの、いきなりエジプトに 登場すするです、えー、それが期限で3000年くらいということになりますね。こんな感じですね。ちょっと崩れてますけれど、まあ、再現したものを見れば、もしかしたら分かりやすいかもしれません。こんな感じです。この凹凸の連続面からなる壁画建築様式、難しいです。壁画も描けないですよね。あの壁画建築様式になってます。 じゃあ何と似てるかっていうか、どこからの影響かっていうと、よく言うのはこれですね。今、イラクにある、えー、ジグラと、えー、メソボタミンの象徴でありますよね。この壁面、こことまあ類似するというか、ほとんど一緒だろうという話をされて,てこんな高度な展示形式がいきなり一緒に出てくる。これはきっと、えー、東からの影響に違いないというふうに言われ出したわけですね。 こんな感じ。そのゴミがいっぱいありますけどね。<laughs> で、どうですかね。えー、まあ似てるというか、まあそっくりですよね。同じと言って僕はいいと思うんですけど、これが一つです。いきなり高度な建築技術が現れたということ。もう一つがですね、これです。非常に有名なあジェベル・エル・アラクのナイフハンドルというものですね。えー、ナイフハンドルなんで、ナイフの、えー、取っ手の部分、あ、あと一応写真が出ますが、この 高校遺物の上に描かれた図像、ここに注目が集まったんですね。ただ、この遺物自体は、実は出土地がよく分かっていません。ケベル・エル・アラクで出土したんだと言われてますが、えー、まあ、あの、売ってたんですね。アンティークマーケットで。<laughs> えー、ただ、そういうものって、高古学であんまり役立たないんですから、研究としては。あの、出土地がちゃんと分かってないと、値段事の判断もできなかったりするし、 正確な研究のデータにならないんですけど、これ見てわかるように、あまりにもすごい文様が書いてあるので、注目をされて、未だに注目されているということになります。あ、こんなやつです。だから歯が綺麗でしょプリントで、今でもスパッと切れそうな、非常に怖いものですね。このナイフハンドル、ハンドルの部分、ね、ここを見ていくということになります。ここに実は、図像、いろんな図像があります。 全部紹介すると、えっと、何時間もかかっちゃうので、それはまた、えー、僕どっかで、えー、論文に書いた気がしますけど、本に書いたら紹介するんですけど、本に丸くましたです、ね、すませまたあ、時間があった時自分の書いたもの忘れちゃうんですね。いろいろ書いてるとね。どの本に書いたかなとか、えー、すぐに出てこないので、今動くわけにはいません。授業中ならね、大学の授業とか、今度研究してやってるんですけど、えー、何かこう疑問があったら、その、 この色の本とかありますから、持ち出してこう話をするんですけど、ちょっと今、えー、6月なんで、<laughs> すみません。あの、この <laughs> 図像、特にこのやや矢印がある。赤の矢印。ここの部分。ここに一番注目を集まってきました。えー、まあ、画面小さいかもしれませんが、えー、頑張ってみてください。えー、ということもあって思って、こう、えー、ズームのやつを持ってきました。えー、っと、こんな風に。うん。男性が真ん中にで、両手でこう、ライオンを押さえてる。 非常に綺麗な図像ですよね。分かりやすい図像ですけど。これよくギルガメシモチーフなんて言われたりしますがね。えー、まあ、メソポダミのシメルの英雄である、えー、ギルガメシの名ぞられたものですけどまあ、一度に見つかってるんですけど。ただまあ、この人物を覚えておいてください。そしてこのライオンを押さえているこの図像を、えー、記憶に残しておいてくださいね。これどうでしょう。えー ライオンかトラか分かりませんがね、同じように真ん中に人がいて、両星でこう怪物、怪物というかモンスターを押さえているっいう図像ですね。えこれは実は、えー、インダス文明のものです、ね。まあ、メソボタミアのお隣さんになりますね。そこにも同じような図像があってあります。<laughs> あれ、こういうふうに、これはアシリアのものかな、ちょっとはっきり言うと自信がありませんが、まあ、メソボタミアの図像として真ん中に 大か神か分かりません人がいて、両端。ライオンでも、えー、虎でもありませんが、猛獣かどうか分かりませんが、あの、動物がいて、押さえてる。まあ、自然をコントロールするとか、そういう意味があるのかなという気がしますけど、ね、同じような図像がいっぱいあるわけですね、うん。で、もう一つ。今この2頭のモンスター押さえてるっていう話がありましたけど、それ以上に注目されたい、されてきたのはですね、人物です。人物。 えー、このアイファンドルは、エジプトで,で見つかったものなんですけど、中にまあ非エジプト的な要素、エジプトではない要素、えー、今見たみたいにこの,、ね、このライオンを押さえるのはメソポタミアにいっぱいあるような像ですから、それと同じように、他にも非エジプト的な要素がたくさん満載なんですね。で、この <laughs> 人物に注目してみましょうということです。えー、アップがあったはずです。ねねありましたありました。ねうん どんな感じか。<laughs> まず、まあ外観として、服装、帽子かぶってます。<laughs> すいません。帽子かぶってます、えー。特徴的な丸い帽子、縁取りがこうあってね。えー、そして、あ、え、ご、ー、ひげなかなかすごいです。あ、ね、ご、えー、ひげを蓄えていて。そしてこう腰の方を絞ったワンピース的なものを着てるってことですね。えー、特徴がすごくありますよね。わかりやすい。 えー、これ実はメソボタミアの、まあ、印象とかハンコなんかに出てくる、描かれる人物と、まあ同じもんだと言っていいと思います。例えば、はい、えー、この人物、ね、この人物。帽子、そっくりですね、帽子ね。よく見るとこう、ヒゲもちゃんと蓄えている。こうして絞った、ねえー、紐があるとか。まあ 両端にこう、動物を連れてるっていうのも同じですよね。えー、そっくりだと思いません、ね、ちょっとこれ分かりにくいと思って、書いたものをね、えー、で書いたものを持ってきましたけど。まあ、丸い帽子、ひげ、えー、腰へ結んだワンピース。ね。まあ、あのー、これはウルく近郊で見つかった、えー、印象なんですよ。犯行の図像なんですよね。 こう見るとよくわかると思いますけど、あの、同じと言っていいんじゃないですか。ね、それが、あの、ウルクと、ま、クずれ見つかっているということになるんですよね。まあ、当然、あの、類似点はあろうかなと。ね。え繋がりはあろうかなと、かなり普通で。あるいはこういうのも残っています。船、ね、に乗っている人物ですけど、まあ、当然僕らもね、えー、当然ここに注目するわけです。この人物。え帽子。 ああ、そっくりですね。あご。たん、たあごひげです。あごが長い可能性あります。あごひげです。えそして、まあ、服装もそう。同じ人が、同じような、えー、まあ、人物が、えー、スタイル、ファッションとしてが描かれているんだ。ちょっと分かってくる。ですが、この人物の、要は、まあ、東方のメソボタミア風の衣装と、そして外観が原因で、 このジェベル・エル・アラクのナイフハンドルはエジプトの統一王朝、最初の王様が、最初の統一王朝で,で,でそこの出現時期の、えー、直前にこうエジプトに、ね、メソポタミアからこう影響があった、直接的な影響があった証拠としてしばしば取り上げられてきたわけです。こういうのがあるから、先ほどの建築の方もそうですけど、急にエジプトの統一がなされる寸前に、えー、メソポタミアの王様が出てくる。まあ、当然だから、あのエジプトの 発展というか、えー、降下の統一は東側の域があったんだ、という,う見るのが、ね、あのー、すごく素直な考え方だと思いますね。まあ、こういう船のね、あのー、特徴にも似てるとこあったりなんかするんですけど、これ、デブルアラクの、えー、下の方にあるものですけど、まあ、こういうのをね、語り出すとですね、えー、本当に時間がかかるで <laughs>、えー、今日はまあ、あのー、えー、 まあ流していこうかなと。また、あの、デビル・アラクのイファンだけでも話をどっかにしようと思います。えー、まあこれがもう一点ですね。他にもあるんですね。まあそう、それはそれでいいかなと。まあ確かに、このエジプトが東方、つまりメソポタミアから受けた影響には計していないものがあるというふうに言ってもいいと思うんですね。まあ、まあそういうふうに見ていくとですね、あの、いろんなこと分かってくるわけです。<laughs> 東からの影響は普通にあった。それはも受け入れるようなものが出てる。 かるただですね、ここでもう一つ考えないと、もう一つ考えないと、新しい見方が出ない。新しい見方が出ないということは、歴史学的にはゼロだということになりますからあの、どういうふうに考えるかということですね。それはですね、えー、古代エジプト世界における大的文明を生み出したエジプトと、そしてメソポタミアの2つの場、この交流のみにこう焦点を当てていては、実は古代エジプト文明形成の全体的な像。 イメージえ。これを見失ってしまうんじゃないかと、ずっと昔から思ってて、そこでですね、えー、どう考えたか。東じゃないなら、えー、西だよ、ということ。<laughs> え昔から古代人たちによって、死者の住む世界。エジプトはナイルの西側は死者の住む世界ですね。だから多くの谷があるわけですけど、死者の住む世界とみなされていた。現代の僕らにとっても、サーラ砂漠、 という,こう不毛の空間であると一般的には認識されている、えー、生きて帰れない世界です、ね。ですから、ナイル川の西方地域にちょっと注目しようかなと思うわけですね。まあ、えー、古代人はその時代も下の世界である西方との関わり合いを抜きにしては語れない、そういう文化文明であったわけですから、そこにやっぱり注目すべきだと思っています。 ですからもう私もですね、えー、西,に向か <laughs> 西に向かってしまうわけですねはい皆さん、えー、第2回どうでしょうか、えー、メソポタミカの影響はねあるというのが分かってもらえたと思いますただそれだけでもないっていうのもこれからお話をするということになります、えー、第3回はですね、えー、西の方に目を向けるとうとうサハラ砂漠に入っていくということになりますでは第3回以降またお試しみ 駒後、えー、のお城でした。